て。え？誰これ？誰これ？え？これ？これって、え、これキールさんだよね。ちょっと待って。どういうこと？え？これシーズじゃない？え、どういうこと？待って。サブストアってパって見たらなんかウリ二つの。ウリ二つの。理性が追いつかないんだか、情報量が多すぎて、なんか一個のやだな、なんかやだよ感しかしないんだけど、どういうこと、待ってどういう写真よこれ、どういうこと、キリュウさんの顔この顔いいね、俺の偽物みたいな、この表情いいじゃない、まさかのね、もうこれ近づけないな多分、あ、意外と近づけた、てめえら誰に向かって口聞いてんだよ、これシーズだよな、絶対この人誰だと思ってやがる、堂島の竜これ堂島っぽさないけど、キリュウ・カズマさんだぞ、おいマジかよ、やべえ、あ、なんかあれっぽいよ、ゆうやっぽい、伝説の男だぞ、俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ、キリュウさんこんなこと言う、こうなったら誰も止められねえ、おめえら死んだな、運が悪かったんだよ、お前らは。あ、いいそう、キルさん言ってたね、これ運が悪かったんや、お、え、カツアゲしてる最悪や、わーちー、兄貴最近のガキはしけてますぜ、バカ野郎、だからガキは寄せって言ったじゃねえか、あー、こんなのキルさん見たらね、あ、待てこら、お、本物登場、デリーン、てめえ誰にぶつかったと思ってんだ、ああ、そんな口聞いていいのか、信じ風な野郎、髪がやから服からアクセサリーまでさ、上から下までさ完璧なんだよね、今すぐ謝れば許しちゃってもいいがな、グレースーツの男、いやなんかあんまりオーラがないよねこの二人からはね、すまなかったな、すまなかったか、俺も舐められたもんだな、キリュウさんだったらね、ちゃんと謝られたらね、許してくれるよ、本物の堂島の竜だったら、なあ、おい、この人をキレさせたらな、てめえ即死だぞ、シーズ絶対こういうことはないよ、ある日、この野郎ぶっ飛ばしましょう、ぶっ飛ばせるかどうか試してみるか、そんないかつい顔してもある日は騙されねえぞ、兄貴、早くぶっ飛ばしちまいましょうよ、そうか、俺はいつでもいいぜ、まあ信じよ、そう熱くなるな、今日は機嫌がいいからよ、これくらいで勘弁してやるわ、お、やんねえのか、こっちはやる気満々だけどな、け、あんた本当についてるぜ、行きましょう兄貴、今夜はジュエルで楽しみましょう、おいおい、キャバクラ好きかよ、お、ああ、行っちゃってよ、なんだあいつらは、伝説の男、気になるジュエルに行ったって言ってたよね、ってことはジュエルの前に行ってみろってことだよね、サブスト終わってないからちょっと行ってみよう行ってみよう絶対さ、キリュウさんの名前をさ名乗ってさ、いた客してるところが想像できるんだよな、どうだどうだ、うわ、ほら、なんかさ、またやっぱり、お客様、困ります、ああ、つけーぞ、あんな接客で金を取ろうってか、あんまり舐めてると兄貴が切れるぜ、うわうわ、やっぱね、いた客しとるわ、でも、あんなに飲んで楽しんでたじゃないですか、俺を本気で怒らせたいのか、お、無銭飲食はよくねえな、言ったね、キリュウさん、この間の野郎じゃねえか、何しに来やがったこいつがよこした用心棒ってか、舐めやがって、やだ、こんなキリュウさん、ブサイク、この人ね、堂島の竜、キリュウカズマさんだぞ
そりゃそうなるわ。 A だよ。ビビってんな。そりゃそう。道島の竜相手にビビらねえやつなんていねえ。おい、どうする、用心棒さんよ。魔法もなこっちだけどな。本物の道島の竜、分からせてあげましょう、キリュウさん。今日のところは、お？冗談じゃねえ。そうくるか、キリュウさん。俺は今、最高に機嫌が悪いんだ。ほら、俺らを誰だと思ってやがる。すごい光景だな、これ。どうしても、ダメですか。おい、行ったり行ったり。やっぱこのオーラはね、こっちの方が、あ！びっくりした。何すんだてめえ。キルさせちまったようだな。そんなヘッポコパンチで。こっちの方が明らかにかっこいいもん。許さねえぞ。あー、全然かっこよくない。偽キル、偽シュージ。分からせてやりますかね、こいつらには。おい、まだ偽シュージからだな。シンジの名を、お前は勝手にシンジの名を名乗りやがって。当時のシンジはそんなヘッポコなんじゃねえよ。お前ふざけんなよ。許さねえぞ、おら。こんにゃろう。そしてこの偽キリ。おい、フォーメーション、フォーメーション。でも、あれ何、どう、バトルスタイルはどんな感じ。ちょっとこっち来い。死にさらせ。死にさらせじゃねえよ。あ、でもなかなか、なかなかだな。なかなかじゃねえか。なかなかじゃねえか。暴れぜ、ほら。こんなやつにはね、ペンチ食らわせりました。ほら。すごい、すごい戦いだよこれ。うん、俺来いや。待って、いでいで、待て待て。こいこい、こいこいこい。おらおら、どうした。おいおい、やるな。おらおら、こいや。本物のキリはこっちだってこと、そろそろ気づいた方がいいぜ、お前。おら、死にさるぜ。おら、おい、いやいや、おい、なかなかやるじゃねえか。あ、いやいや、待て。おい、やめやめ、こっちこっち、こっち来て、興味あるね、興味。あ、危ない危ない。こっち来い、こっち来い。こっち来い、キリ、キリ、こっち来い。おいでいで。おお、おお、結構やれるじゃねえか。はい、取り切り。最後は極めで決めたいな。最後は。そうね。うん、危ない危ない。どうぞ極めにやろうかね。こっち来い。こっち来い、こっち来い、こっち来い。キャメネやりたいな。こっち来い、キャメ。おっしゃ、おら、俺が本物だ。正座させられてる。うー、本当にありがとうございました、キリュウさん。ん、え、あんた、本物のキリュウカズマさん。いやいや、どっからどう見てもキリュウカズマでしょうが、このかっこいい顔とオーラはかもな。本物かどうかもう一回試してみるか。ひー、か、勘弁してください。わかればよろしいんだよ、わかれば。くだらん真似事はもうやめるんだな。は、はい、すみませんでした。いや、かっこいいね、キリュウさん。これが本物の風格よ。お会計98,000円になります。ちゃんと払えよ、偽キリュウ、偽シンジ。真似されるのは嬉しいけど、ああいう真似の仕方はね、やっぱ良くないよね。キリュウさんの名前もさ、傷ついちゃうからね。いや、まさかすぎて。待って、さっきの写真、さっきの写真見返してみる。
こりゃ、そりゃキレイさんもこの顔になっちゃいますわ。いや、面白かったな。したら、下着とビール、カオルちゃんの下着とビール買いに行こうかな。お、タイツとかいろいろ売ってるよ。靴下、ここは男性用だね。これはコスプレ、まあ今の時期ハロウィンだからね。コスプレ持ってる。おお、いや、いっぱいコスプレあるよ、キルーさん。ハロウィンの時期にはうってつけだね。おお、メイド3点セット。下着は男性ものしかここら辺ないね。女性ものどこにあるんだろうね。話しかけてみるか。いらっしゃいませ。女性用下着。おー、白ですね。カオルちゃんにこれを出すとなるとね、ちょっとドキドキしちゃうよね。ビール、これか、これでいいのかな。モルツ、サラシュもあるのか。買ってくか、一応ね。はい、ありがとうございました。購入。これをさ、カオルちゃんに直接渡すとなると、ちょっと男としてはドキドキしちゃうよね。俺が買った下着をカオルが履いてくれるのかみたいなね。とりあえずこれでどうすればいいの。カオルちゃんのとこに届ければいいのか。ここか。よし、じゃあ届けに行くぞい。キリさん初めてじゃない、こういうさ、何かをさ、女性用の何かを届けるっていう。はるかの下着とかも買ってあげてんのかな。なまさかね、そんな変態のことはしませんよね、キルーさんは。おお、何もないね。それこそ言ったらさ、大問題だね、そんなことしてたらね。ただのロリコになっちゃう、キルーさん。セレナだね。あ、こっちからは入れないのか。そうだそうだ、裏からだ、裏から。体調悪いの治ったかね、すっかり。うわ、下着をこれ届けるか、なんて反応されるんだけど。白は嫌よとか言われたらどうしよう。私は黒が好きだなとか言われたらね、まあそれはそれでちょっと、あの、スケベ心が出ちゃうけど。入る。ただいま。お、あれ、帰ったぞ。いろいろ買ってきたよ。どこにいるんだ。あ、ビールもいっぱい。どこ行ったんだ。お手洗いかね。あー、さっぱりした。あ、汗で体中がベタベタしてたからサウナにでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。カオルちゃま、多分昔風俗店だったんでしょ。キレさんのこと狭いフロアにあんなにシャワールームを設置して、関西なら一発で検挙だわね。体はもう大丈夫なんか。大丈夫そうだね。やっと熱が引いたわ。傷口ももう痛まなくなったし。よかったよかった。これでいつものように動けるわ。しかもこのカオルちゃんのタオルの巻き方、アーリと一緒なんだけど。ああ、キリさん、ああ、買い物ありがとうね。いい体してるね、カオルちゃん。この無言の沈黙よ、気まずいよね。わかるよ、キリュウさん。なあ、ん？登場会の過去を調べるために俺に近づいたと言ってたな。彼の身辺保護をすれば登場会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。全部聞いてたもんね、キリュウさんは。お、盗み聞きするつもりはなかった。おー、いい足してますね。そこまで分かっていてなぜカムロ町に連れてきたの。登場会と聞いたからな。興味があるの。まあな。何があったのか教えてくれ。ママが話していた通り、
私は本当の親を知らないまま育ってきたの。キリュウさんの境遇が似てるね。小さい頃から病気で死んだと聞かされていたけど、施設だったし、ママが何か隠していることは薄々感じてた。そんな時ママが電話で怒鳴っているのを聞いちゃってね。なんて言ってたんだ。カオルは登場会のせいで不幸になったってね。登場会のせいで。あの時ママは私の過去を知っている人と話をしてたんだと思う。それから十数年、何度となくママにそのことを聞いても何も教えてくれない。そんなこと聞いても幸せになれないって言うばかり。お前の勘違いってことはないのか。その電話の声だけじゃねえ。ママの反応を見ればわかるわ。絶対に何かを隠してる。だから真実を知りたいのか。でもママを問い詰め続けるのは私も辛い。だから警察官になって自分自身で調べる道を選んだの。お前は両親を登場会に殺されたと思っているのか。これだけ自分の生い立ちを隠されたらそう推測するのが普通でしょ。それを確かめるために身辺保護の名目で俺に近づいたってわけか。それが一番近かったんだろうね。相手に手の内がバレちゃ刑事失格よね。お前の気持ちわからないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ。だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。キリュウさん、もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。それでも知りたいと思ってるんだもんね、カオルちゃんは。悪いが、行きたい場所がある。お？どこに行くんだろう。ん？行きたい場所？一体どこ？サイの河原だ。サイの河原？聞いたこともない場所ね。どこにあるの？西公園の便所が入り口になっている。前行った時は入れなかったからね。もう入れるのかな。そんなところに一体何があるっていうの。まあちょっとした裏世界ってところだ。まだサイの河原があればね。よくわからないけれど、まあいいわ。とりあえずそこに向かいましょう。まさかのお色気シーンがあるとはね。いや、お色気って言えばいいのかわかんないけど、しかもさ、カオルちゃんのさ、あのさ、タオルの頭の巻き方さ、あんでもいつもあんな巻き方するんだけど、あの巻き方が似合うのはさ、このカオルちゃんぐらいだよ。カオル、ツーショットだ。こっち見て。カオルちゃんはツンデレみたいですね。お、お、こっち見た、こっち見た。これからサイの河原へ向かうぞ、一緒に。はい、チーズ。おーし。おし、それじゃあ、カオルちゃんと一緒に向かおうかな。カオルちゃんもちゃんと歩けるようになったのかね。どうだろう。はい。ほほー。ほほー。おし。お？おい。なんだろう。あんたがキリュウさんだな。お？なんだ？お？お？誰だあんたは。怪しいものじゃないさ。俺も小牧流の人間だからな。いかにもさ、怪しいけどね。小牧流だと。もしかしてあんたもじいさんの弟子なのか。そういえばさ、清美通では小牧のじいさんまだ出てきてないもんね。ああ、その通りだ。小牧師匠からあんた宛の手紙を預かってきたんだ。じいさん、元気だったか。小牧の修行1位。ほら、こいつだよ。受け取りな。なんて書いたんだろうね。しかし師匠の言ってた通りだな。あんた戦いの中で生きる男って感じだ。はは、気に入ったぜ。一目見ただけでわかんのか、お前キリュウさんの凄さを。あなあ、俺と目当て交換しないか。今度いい情報やるからよ。まあまあ、どうしてもって言うならしてやってもいいけど。お
いい情報、まあ、キリュウさん的にいい情報で聞くとね、ピンクな情報をくれれば一番嬉しいんだけどね。ねえキリュウさん。ああ、街中で悪人相手に暴れていると戦いの噂を聞きつけた奴がやってくることがあるんだ。そういった奴らはかなり腕が立つ。あなたにそいつらの情報を教えてやるよ。小牧流は強者との戦いの中で磨かれる武術。あなたも小牧流なら強い奴に興味あるはずだしな。ふむ、まあ楽はないが、キリュウさんも強いやつ好きだもんね。よし、じゃあメアド交換だな。エンカウントボスについて。なるほど、この強いボスを倒せば何かが取得できるのね。おっと、長居しすぎたか。手紙確かに渡したぜ。それじゃあな。じいさんからの手紙か。とりあえず読んでみるか。手紙を小牧に会いに行け。目的地設定して、おい、したらとりあえず小牧のじいさんのとこに行くか。こっちか。おお、ドキドキ。あ、じいさん、ちょっと待って。じいさん、じいさん久しぶりに会った。会ったけどちょっと待って、一回戦ってもらって。危ない。あ、変わりだ、変わりだ、むしろ。ういお、今見て、いけいけ。あー、うわー、ブキ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 。あ、ちょっとどけ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 どおい、おい、おい、おし、カール大丈夫か。カール、ここは一緒に極め決めたいな。おい、ちょっと待って。おい、一緒に極め決めたい。極め、急いだ、やれ、ナイス。手間取らせやがって。じいさん、生きとったか。悪い、コインロッカーの鍵。じいさん、入っている。おい、おう、弟子か。おい、小牧のじいさん、久しぶりだな。おう、来たか、弟子よ。よう、じいさん、ここにいたのか。お主がカムロ町に帰ってきたと聞いてたんだ。久々に稽古をつけてやろうと思っての、わざわざ駆けつけてきてくれたんだね。この小牧宗太郎、久々にお主を鍛えてやるわい。小牧流古武術か。あんたには前にも稽古をつけてもらってたんだよな。しかしじいさん、相変わらずだな。その様子じゃまだ現役ってとこか。わしを誰だと思っとる。年こそ重ねたが衰えなどないわ。小牧のじいさんの方がさ、最強説あるよね。この年でだもんね。この場所もホワイトなんとかという白い服のチンピラがたまらしておったんじゃがな。舐めた口を聞くんで叩き出してやったわ。じいさんらしいね。そういうわけじゃから、余計な心配などいらん。全力で稽古をつけてやろうぞ。とは言っても、お主には以前稽古をつけたからの、今回は鈍っておらんかなどの確認が主だな。というわけで、学びしよう。まずは今の力を見せてみよう。力を見せると言っても、一体どうすればいいんだ。何、難しいことではない。戦いの中で闘気を高め、目にまとわせるだけでよい。その状態こそ己の限界を吹き出した状態。今のお主の力がよくわかるのだな。ちなみに限界を吹き出した状態を、わしはアルティメットヒートモードと呼んでおる。アルティメットヒートモード、かっこいいな。そんな名前だったの、アルティメットヒートモード。まあ、激しき戦いに身を置いたことのあるお主じゃ、コツさえつかめばそう難しいことではないじゃろ。具体的な出し方じゃが、闘気、つまりヒートゲージを最大まで貯めた状態で R2 を押せばよいだけじゃ。そうなのね、 R2 か。全部溜まって R2 ね。なるほど。もしもヒートゲージが溜まっておらんのならば、敵を攻撃して貯めるとよいぞ。さて、それでは見せてもらおうかの。ほう、どっから出てきたんだろう。試せるように相手は用意した。まだですよ、準備はいいな。ああ、敵を攻撃してヒートゲージが最大まで溜まったら R2 を押すんだな。ほうほう、やり方覚えたようじゃな。ならば
始めじゃ。アルツね、まあ、とりあえず、あ、これがアルティメットヒートモードか。これあれかな、竜が如くセブンを初めてやった時にさ、キルーさオーラまとってた記憶があって、このオーラだったのかな、アルティメットヒートモードって。今思うと、まあ、とりあえず、この状態でいいのかな。あ、かっこいい。おい、アルティメットヒートモードキャミー、キャミー、キャミー、おしゃ、おら、おい、おい、おら。常にこの状態だと、アルティメットヒートモードだとさ、常にこのさ、青いオーラをまとった状態なのかね。で、また、おい、これで溜めると、溜められるかな、おい、おい。したら、もう一回やってみるかな。タオリナあったっけな。タオリナ、あ、あるね。したらタオリナ飲んで、せっかくだからね、もう一回使ってみたいもんね。おい、したら終わらせてやるよ。おい、おら、キャビー、キャビーか、最悪。おじおじ、あ、キャビーとはまたこれ違うんだね。あ、待て待て待て、飲み物飲み物飲み物、ほっほー、もう一回、もう一回やりたいな。うーん、タオリナ飲んで、あ、あれか、これさ、このモードを一回なっちゃうと、こうやってアルティメットモードが消えるまでは、このアルティメットヒートモードが続くから、タオルナーでは回復できなかったりするのね、連続では。それ一回こうやってまた消えたら、タオルナーで回復してってことかな、もしかして。ほほ、で、これで使える。あ、だね、あ、またやってみるか。せっかくならね、おいおい、おキャビー、おら、あれ、おら、おしゃ、なるほどね、かっちょいいな、キリュウさんかっちょいいぜ。まだですよ、仕方見せてもらったぞ、なかなかの力じゃったな。なるほど、これが限界の引き出し方か。アルティメットヒートモード、ヒートゲージが最大の時に使用できる究極の闘技、アルティメットヒートモードが可能になる。おっしゃー、さよう、その感覚を忘れるでないぞ。さすれば実践にも活かせるからの。さて、今回のでお主の力を把握した。次回からは技が鈍っておらんか稽古をつけているから、気を見てわしの元を訪ねてまいり、その時は頼むぜ、じいさん。おーし。